はい、おはようございます。私の方からもこちらも副次長はございません。皆さんからどうぞ。管理者の写真部の方です。よろしくお願いします。管理者から2点お伺いします。まず1点目の基本問題委員会についてなんですが、昨日4つの選択肢が決まりました。今回の委員会は、委員の構成ですとか、あるいは委員会の運営の仕方ですとか、これまでの審議会とは少し違ったものだったと思うんですけども、大臣、この議論を振り返って、どういう感想をお持ちなのかお伺いします。全て終わったわけではなくて、今後も選択肢の表現ぶりとか、2020年におけるエネルギーミックスの姿など、残された論点があると強調しております。したがって、引き続き議論が行われるものだということであります。また、大枠として、4つの選択肢の案を整理をしていただきましたが、これを踏まえて、またエネルギー環境会議でですね、政府として国民の皆さんに、選択肢を示しをしていくことになりますので、そうしたことを踏まえたまたご議論もいただきたいというふうに思っております。さまざまなご意見ご議論ございましたが、踏まえるところそれぞれ忌憚のないご意見をお出しをいただく中でですね、まず有意義なご議論を大変熱心に、しかも開催頻度も多い中でやっていただいていることを感謝をしております。関連して4つの選択肢のうち、細野大臣はですね、15% の案というのが政府の方針に沿って、検討の一つのベースになるのではないかというお考えを述べられているんですけれども、枝野大臣はこの点についてどう考えますか。細野大臣もですね、選択肢は多数提示されており、そういう提案を受けて、年間会議でどういった形が望ましいのかという議論が、おそらく6月から始まるということになると思うのでとおっしゃっておりまして、何かこう結論をめいたことをおっしゃった趣旨ではないというふうに、細野大臣からも聞いているところでございます。ただ、野田内閣としては、この選択肢の中でどれがどうとかというのは、まさに国民的議論をこれからお願いをするわけでありますので。あらかじめ決める状況のことは考えておりませんが、原発への依存度を限りなくできるだけ早く低減させるということは、野田内閣としても揺るぎないかもしれないです。2点目、原発の再稼働についてですが、昨日、関西電力の社長が、原発の再稼働についての英断をお願いしたいと発言をしているんですけれども、改めて今の政府の検討状況について。地元の皆さんをはじめとする国民の皆さんの一定のご理解を得るべく努力をしているところです。管理会場です。各社さんお願いします。岐阜市の神田と申します。昨日国会事故調の中でですね、菅前総理が参考人に立ちまして、その中で事故を経験してですね、安全性の確保、国家の機能を崩壊しかねないリスクに対応できる安全性の確保は不可能であって、最も安全なのは脱原発だというふうに発言されました。で、前総理とですね、共に、事故を経験されて、で現在その原発の安全規制というかさる省庁のトップとしてですね、その発言をどのようにお受け止められていますか。その部分のところの全体を聞いておりませんので、菅前総理のご発言に対するコメントは直接全体を聞いていませんので避けたいと思います。ただ私も原子力発電というのは万一のリスクが顕在化した場合に、受ける被害というものが他の例えば様々な安全に関わるリスクと比べても比較にグラならないぐらい大きい。したがって、できるだけ早くそうした発電の仕方に依存する状況から脱却脱却すべきだし、そこに向けて方を進めているところです。関西の小池連合のところに細野大臣が行かれるようですけども、これは内閣として、まず行かれる、派遣されるのかということを聞くと、これはもしそうであるならば、どんなことをされに行かれるのかということを教えてください。
30日に次回の関西広域連合の会合があるというふうに表示をしております。で、関西広域連合からはですね、前回、斉藤副長官と細野大臣が伺いました折にですね、さらなるご説明を求めるというお話をいただいているところでございますので、当然のことながらいただいたさらなる説明をということについては何らかの形でご説明をいただけたらないだろうというふうに思っておりますが、明日伺えるかどうかというのは今調整、最終調整をしているというふうに言っております。国立市の方です。私は昨日の国会議事長に関連しますが、実は北八町の町長さんが来ておられまして、後で伺いです。その中でですね、枝野大臣関係あるんですけども、その発生直後、リスクを周辺の方たちに直接知らせるのは好ましくないと抑えられたという認識で、私たちはずっと原発と付き合ってきて、そういうそのパニックを起こすかっていうことを心配するよりもきちんと出してくれたらですね、対応できて、そういったことをすぐ出してくれなかったということは犯罪的な行為であるというような厳しい方でですね、その辺の対処の非難が遅れたということについて言ってられたんですけれども、江田さんの名前も言ってられたもんですから、そういったことは散々聞いてると思いますが、国会議長の席でわけから改めてそういう質問が出たことに対して、あるいはそれについて何かご説明できるということがあったら、まず双葉町長さんのご発言については直接伺っておりませんので、それに対するコメントは控えたいというふうに思います。それから事故発生の以降ですね、その事故のリスクとかですね、事故によって今後運転することのリスクとか、そういうことについて、パニックを起こすからとか不安を与えるとかということで、それを小さくしようというようなことを意図的にしたことは一切ございません。ただ結果的にですね、それぞれこれ時間の経過に従ってどんどん事態が悪化していったわけでありますので、当初考えていた状況とその後の事故の進展というものとにズレが出てきましたので、結果的にもっと早い段階からもっと悪くなる、被害が大きくなるということをですね、十分に認識をして、アナウンスができていれば、よりお別れをする被害というものは相対的には小さくなったということはそのとおりでございまして、その意図的に小さくアナウンスしたことはありませんが、よりですね、さまざまな可能性を考えて、違ったアナウンスができたのではないかという一般的な声についてはですね、政治は結果的にですので、その結果については大変申し訳ないと思います。で、なんですが、そういったことに対して、結局、菅さんもいろいろ言っていたけれども、結局は自分たちが批判になっている人たちに対して、それが実際の実行されていないと、対策として、結局、一般的にお願いなさいと言われたらダメだという、責任の取り方について、非常に厳しく。責任の取り方としてまだ皆さん誰も取ってないという認識がすごくあって、それがなんかいろんな議論のモヤモヤになっていると思うんですが、今の決定に変わったんでしょう、責任の取り方、ただそういうのはもう抽象的したいんですけど、みんなで誰も結局は責任取らないということでいいのかどうか。そういう意味では当時の菅内閣はそれだけが直接の原因ではございませんが、総理職を、政府としてはですね、今回の事故で被害を受けられた皆さんの賠償、あるいは除染を含めた葬儀の期間、そして何よりもこうした事故を二度と起こさないということに全力を挙げるということが現在の政府大学としての最大の責任だと思います。
あの人はものですが、その問題みたいなんですが、その2050年で先生だと、それからあと、30年 35% 除外されましたが、そのまあミックスをですね、提示するというその委員会のミッションからしてですね、その結論は適切な判断だったんでしょうか。第二に今日朝日新聞で見てるんですね、頭から外れる人になると 35% です。そういう発言もされているようですが、そのまあ、ミックスを提示するという意味 です、ね、その2つを除外したということについてはどう受け止めていますでしょうか。朝日新聞の今日の報道の引用は、私の発言、インタビューで発言したときを若干誤解をされているのか、意図的に取られたのか分かりませんが、ちょっと異なっています。まず、選択肢の示し方、選択肢案の示し方についてでございますが、これは何度申し上げておりますが、私が意思決定をするにあたって、外部の皆さんのご意見を参考に伺うための審議会でありますので、そこでのご議論がこうあるべきだ、ああるべきだということを、私があらかじめ、もちろん大きな方向性、誤解で申し上げましたが、そういったことを超えて、そこでの審議のあり方、議論のあり方について、あまり具体的なことを申し上げたのでは、私が参考にするために意見を伺うということの場としては適切ではないというふうに思っておりますので、それはまさに、なんていうか、委員会の中で、さまざまご議論の中で判断をされたというふうに思います。ただ、そこでの判断は、ご意見は、あくまでも参考意見でありますので、こうしたことを踏まえて、最終的なエネルギー基本計画は、私が立案をして、政府として決定をするというものであります。それを決めていくにあたっては、ご参考の意見をいただくということが位置づけます。それから、念のため、朝日新聞の今日の話を聞いていただきましたので、私はこういうことを申し上げました。つまり、私自身もですが、特に政権交代前、政府のさまざまな審議会等においてですね、政府の考え方と大きく意見の異なる方がそうした審議会に入っていないということを批判をしてまいりました。私自身です。せっかく幅広く国民の皆さんの意見を聞いて、その上で最終的な内閣なり大臣なりが決定するにしても幅広く意見を聞くためには政府の方針と違う意見の方の意見も審議会に入れて、そういう声も出していただいた上で最終判断すべきだということを野党自体が申し上げていくし、したがって自分が与党の立場になって大臣の立場になって審議会のメンバーの構成とか審議会でのご議論にあたって、その現状よりも原発への依存度を高めるというのは政府の方針とは異なります。私の考え方とも異なりますが、そういう意見の方を入れたり、そういう意見のあることをしっかりと会議の中でご提起いただいて、ということは、その少数意見、政府と違う意見も入れるべきだと言ってきた野党時代からの主張からすれば、むしろ当然のことではないですかということを申し上げます。新聞追加で申し上げます。最後のまとめの段階で、ね、今の委員長がまず、30年 35% 落としてですね、まあ、それとなんかその、まあ、それがあったら、2050年もゼロにしよう、そういうふうにおっしゃってないですけど、そこでの何ですか、その結びの仕方がですね、まあ、それが、まあ、あったかも等価であるようにですね、2つが落とされたという印象があるんですよね。だから35年落とすか、35% 落とすから50年ゼロというのが、そこの部分の議論がなかったにもかかわらずですね、まあまあ、その場の空気のようにですね、まあ、結論が導かれたという印象があるんですが、その辺はどう、つまりすみません、事務局がですね、前々回の時にあった 50年ゼロがですね、前回でなくなって、やっぱこの選択肢は取りたくないんじゃないかという印象が強くあったんですけども、そこに事務局の意向も強く私は感じました。その点についても合わせて。まずですね、今回大変熱心なご議論をいただいて、委員の皆さんには大変な時間を割いていただいてご議論いただいておりますが、今回の取りまとめもあくまでも私なりエネルギー環境会議がこれから選択肢を示す上での参考意見、参考意見として参考にするのは
最終的な取りまとめの結論だけではなくて、今ご指摘いただいたような、議論のプロセス、これも全部議事録取ってありますし、私自身も直接、前回は全部出ました、それ以前のものを全部読んでおります。そうした議論のプロセス含めて、審議会としてのご議論というものを参考にして決めていきますので、でなおかつ繰り返しになりますが、この審議会、まさに、私なりがものを決める上での参考のための場ですので、そこでの議論を私なり、私のもとの事務局が何か誘導するということでは意味がないわけでありまして、そう受け止められているとすればですね、なんていうでしょう、そういうことを誤解を招かないような努力をさらに注意しなきゃいけないだろうとは思いますけれども、そうした意図は全くありません。京都新聞の三村と言いますけれども、大井原発の関係で関西広域連合は動かすならですね、断定的な臨時的な稼働にすべきだということを言っているんですけれども、大臣として改めてその期間限定というかですね、そういう期間を限った再稼働というお考えはないのかとか。まずはですね、この大前提は安全であることと安全であることについての一定のご理解をいただけることで、その安全ではないのかもしれないけど、本当に足りないときだけは動かしますというふうに受け取られかねないやり方をですね、少なくとも政府として、特に万が一の場合に一番影響の大きい福井県や大井町の皆さんにご提示することはとてもできます。浅野小池連合ですね、関西小池連合が納得するはですね、激しい副成長ができるまでの何かその安全の組織とかですね、監視体制とかですね、そういった説明をされる予定はあるんでしょうか。前回の関西広域連合で、最初副長官が受けたまってまいりました。それに基づいて私がペーパーもいただいたさらなるご説明をということに対しては、できるだけご理解いただけるような説明をするべく準備をしています。石井と申します。昨日石油連盟の会長が交代したんですけれども、それで交代にあたって新会長のですね、木村さんが会見したんですけれども、重点課題に一番目にですね、エネルギー政策の見直しにおけるその石油 の、 位置づけの強化というのをですね、挙げてましたですね。で、今の段階で電力のことが一番の重要課題になっているので、石油の議論があまりされてないというのはある程度仕方ないというふうな受け止めをしているみたいなんですけれども、やはりそのこれから熱分野とか自動車の燃料分野も含めたですね、エネルギー全体のその議論をするときは石油のことにしてもきちんと議論してから判断してほしいと、そういうような意向があるみたいなんですけれども、この点について今のところの大臣のお考えを。皆さんの報道とか、それから総合エネルギー調査会の基本問題委員会での議論は、どうしても国民の皆さんのご関心も原子力を中心とする電力をこれからどうするのかというところに関心が集まっておりますし、またそのことが今のところで一番重要であるというのも間違いないと思いますので、どうしてもそればけをしているかのような印象になっているかと思いますが、しかし総合エネルギー調査会基本問題諮問委員会とか基本問題委員会でもですね、その熱のことであるとか電力以外のエネルギーのことについても大変重要なんだと、もうちゃんとやらなきゃいけないよねというようなご議論が何度も繰り返されているということは私も承知をしておりますし、それからそうした意味ではまさに基本問題委員会でございますので、これは基本問題委員会の皆さんにもご理解をいただいていると思いますが、総合エネルギー調査会のもとにはさまざまな部会委員会があって、例えば石油ではありませんが天然ガスについてもですね、インフラを強化しようとかということは別の部会を作って、ご議論いただいている、あるいは、電力と関わりますが電力のシステム改革についても別にチーム作ってご議論いただいて、そうしたことを横目で見ながらというか、そうしたことを総合的に見ながら
基本問題委員会もご議論いただいていると思いますし、最終的にエネルギー基本計画を作るにあたっては、そういったことも総合的に判断して進めていくということになりますので、ご指摘の視点については十分認識をしているつもりであります。今石油はですね、電力やガスと違って完全にその自由な市場になっているわけですけれども、これから需要が減っていく中で、ある程度その、需要を確保するという意味で、ある程度公的な管理というかですね、公的な関与を求めてですね、一定の需要を確保する、まあ、例えば公共施設とか石油火力発電とかっていうことで、を指しているようなんですけれども、まあ、それがそういう石油連盟 の、 要望に対してはどういうふうな考えでしょうか。今回会長が変わられたということと関係なく、就任後にですね、石油連盟の皆さんとも議論の機会ございまして、なんて言うんでしょう、その全体としてのですね、流通の基盤を最低限維持するためとかというようなところのために一定の需要を確保しないとという問題意識は私的に受けておりまして、その限りにおいては私も共有をしておりますが、ではそれを具体的にどういった形で行うべきであるのか、それが適切であるのか、つまり公的な関与というやり方がいいのかどうか、ということなどについては、まさにこれからの議論だと思います。いいですか。はい、ありがとうございました。